お客さんがいてもそれ配信ライブとかねやる場合もありますよ。やっぱりどうもね、ここまで本当にあの声を聞いていただいて元気が出ます。一緒に話していただきありがとうございました。気をつけて帰ってください。最後の曲に至るのかな、ね、あの先ほどアテルイの話もしましたが、今はやっぱやってきた人これもあの、まあ、本州とか四州とか言うんだけど、実は八千の島の国だっていうね、で極東とか東に走っていろんな文化が伝わってきて混ざり合ったっていうことを考えて、仲良くいろんなところで、ね、まあ、いろんな国がありますが、どんどん考えも変わってきますので、一緒にやっていきたいなと思っています。私の作ったそういう融和平和、そして海を隔てて水を渡って伝わるという一位大水朝なぎ夕なぎ嵐の後には必ずなぎが来るということですね。送らせていただきたいと思います。
限りでございました。素敵な舞を踊っていただきましたのはサンゴサリア。カゴでございました。ありがとうございました。いや本当に拙い司会をさせていただきました。いやいや昨日まで大変だったんだよ、おとといか。ね、すごいお仕事して、はい、ね、そうなんです。あの田植えしてまいりまして、静岡で、はい、田植えをしてまいりまして、母の田舎静岡です。あ、そうなんですね。うちもあのそうなんですよ。あ、そうです、はい、そしてあの昨日帰ってきたばっかりなんですけれども、もう髪の毛切りに行く間もなくて自分で切ってまいりました。あそんなあの MC 勤めさせていただきました久美子と申します。今日は本当にありがとうございます。またテレビでお会いしましょう。ねえ、ちょっと変わるね、はい、僕ももしかすると声優のオーディションの話あって、あ、この年でボイストレーニングやったりね、あのカルチャーもユリもやってるんですけど、音楽もそういうのやったことないんで。素敵ですね。勉強会には行ったけど、ちょっとね、ちょっと異端なんでね、ちゃんとできるかっていうのは問題ありますね。どんな役すごい、すごい目していってますね。ね、やったことないもんね。いや、こういうの仕事してる友達いっぱいいますけどね。クリネックスとかいろいろパースとか宣伝してる人とかいますけど、全然そういう畑違いだと思うんですけど、まあ一応。でもちゃんと声がね、しっかりこう出てるから大丈夫だと思います。いや、ヤクザだから自分でやってしまいましたね。やっぱり当たってるものはできないんですよ。すいません。では、お願いしましょう。アンコール。何も、あの、拍手ないんですけども、アンコール勝手にやらせていただくようになりました。それではね、アンコール。You are my sunshine ですね。これ大好きな娘の方がいっぱいいらっしゃると思います。それでは、聞いてください。Thank you.
ありがとうございました。